はい、ということで今日は珍しく車載動画の後にエンディングトークをちょっと撮っております。今日はですね、2023年の12月30日ということで年末です。明日の大晦日はちょっと天気が悪そうなので、今日30日にね、走り納めということで近所のお山に、充電ドライブがてら走りに来てみましたけども、2023年振り返りってことで、今年はなんといってもやっぱりうちのチャンネルはですね、チャンネル登録者数が1万人、無事突破しまして、まあ、一つのね、目標だった1万人がこの86デビュー40周年で、また中の人も今年86と同い年なので40歳になって節目の年にね、1万人を達成できたことは本当に嬉しく思ってます。これもですね、皆様、視聴者様がいてこそですので、いつもね、こんなニッチなチャンネルに足を運んでいただいて、動画を見てくださって、高評価とかね、コメント等たくさんいただいて、本当にこの1年は YouTube 活動を通して楽しく1年過ごせたなっていうのがすごく率直な感想ですね。また来年も、まあ、変わらずニッチな動画を、ドライブ動画をね、垂れ流していくチャンネルは変わらないと思いますけども、良ければまたね、応援をよろしくお願いいたします。いや、ほんと今年1年はね、いろんなイベントにも参加させていただいて、ほんと楽しく過ごせたので、まあ、YouTube 始めてからそうですけど、86とね、過ごす時間も今年1年もほんと濃かったですね。うん、また来年も、まあ、自分のペースではありますけども、まあ、この車と、まあ、バルトもいますので、バルトでのカーライフを楽しみながらね、皆さんにも動画をお届けできたらなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。2024年もスプリントレのチャンネルをよろしくお願いいたします。それでは良いお年を。